客の質問に答えるみたいな動画撮ろうと思うんですけど、待って、ほんまに眠たい。マックス体重中学3年生の時が72キロです。いつも何時に寝てる？だいたい2時とか3時に寝ます。身長血液型星座とかの基本情報、1997年の4月24日生まれの168センチ大型オーシサーです。大阪生まれ、大阪出身です。最近した妄想、トークショーとかするような会場を通った時に、なんかもしここから好きな推しが出てきて偶然あったらなんて声かけようかなみたいな、チャリンコ言いながらって妄想してました。あ、何系 YouTuber ですか？友達系って言ってもらえたり、マッチングアプリ惨敗こじらせてる系であったり、ファッションとか大食いとかメイクとか美容系であったり、よくわからんマルチ系やと思います。足のサイズ25か 25.5 です。マミヤの名前の由来は、私なんかゲームの名前とか全部マミヤでって名前したんです昔から。インスタのユーザー名マミヤでにしてて、私は名前するだけで思いつかへんから、よくしてるマミヤで一回ユーザー名みたいな感じで。意外な特技はこの手が結構柔らかいです。こいでこい、手がよく。高い買い物はパソコン、それ以外は1万2万円ぐらいのものを結構買ってあるところかな。視力は両目 0.01 もなくて、コンタクトの度数が右がマイナス 7.0 で、左がマイナス 5.5 です。垢抜けのコツ？垢抜けでないですけど、眉毛を細くすること。でもそれは人の顔のパーツにもよると思うんですけど、眉毛細くしてみたらなんかちょっとコメントとかでも最近可愛くなってるって言ってもらえて、座右の銘？そういうのあんまないねんな。昔人が言ってて、おーと思ったのは、我慢することより努力みたいな。努力してなくねってその時にハッて刺されたことがあったんで。好きな少女漫画はスイッチガールが唯一毎月販売されたら買いに行ってた。大阪の生息地どこやろな。難波梅田天王寺結構ちょくちょく行くな。あんまそれ以外行かんな。2023年でやりたいことは、愛の不時着の初めのあれのやつ、パラグライダー、パラセーリング、どっちが名前、飛びたい。欲しいもの13位ってことは別に欲しくないってことやんな。スチーマー、スチーマーでメイク落としますとか言って、あ、そういうの見たらへ、いいなと思うけど多分絶対買わんと思う。 MBTI は仲介者やった前やったら。お財布、使ってるお財布ですか？今領収書が入ってて汚いんですけど、7年ぐらいずっと使ってるアニエスデンのこのお財布ですね。好きなお菓子、じゃがりこと沖縄のお菓子の天使の羽。キノコはタケノコ派？この質問めっちゃ多かってんの結構。それ興味あるみたいな質問いろいろくれた方、皆さんありがとうございます。断然タケノコですね。好きなグミ、ゴチ。ハード系のグミ大好き。好きなブランドはラコステです。学生時代のバイトは、浪人してる時の時代も含めたら、陸道寺さんのチーズケーキ大好きなんですけど、そこでも半年働いて、郵便局、うどん屋さん、キャンディー屋さんで、カフェ、焼き鳥、振り袖姿みたいじゃ成人式の時のやつ。なんか成人式周りって結構太ってしまわん。それこそお正月明けやしさ、初恋エピソード、ちょ、聞いてあのさ、自分の実家のマンションの横に住んでる男の子がずっと好きやったんです、小学生の時に。で、そっから女子校通ってから、小学生以降、どんだけエレベーター一緒になろうと、緊張しすぎていつも一切顔見てお金に、おるわみたいな感じでドキモキドキモキしたんですけど、その男の子の家この前東京に転勤になったらしくて、この前実家に帰省したらおらんくなっちゃったっていうのは悲しかったですね。コラボしたい YouTuber はですね、去年一回だけハウスダストちゃんとご飯食べに行ったんですけど、とても仲良くなったので、メイクに対しての思いと努力がもうやっぱすごいんで、ぜひ教えていただきたいと思います。あとはですね、コラボしたいってわけではないんですけど、私の好きな YouTuber でレイクリさんっていう男性5人の大阪に住んでる同い年の YouTuber さんがいらっしゃいまして、その中の私はペロハイさんという方が大好きなんですよね。なのでいつかお会いできたらいいなと思ってます。 YouTuber になったきっかけですね、高校生の時から YouTuber っ子で、私もちょっとなんか YouTube してみたいなみたいな気持ちがあったんで、なんかそれで始まりました。次、 YouTube をして不安に思うことはありますかということなんですけど、正直言うと毎日不安で仕方がないんですけど、企画どうしようとかさ、この動画出してみんなに受けるかなとか、発言間違えて炎上しちゃったらどうしようとか、その自分の行動次第でどうなるかっていうところでは不安やけど、不安って感じてる日々もまあ楽しいなってまあ思おうという形で思っております。高校生の時の一番の思い出は、高1の時に担任持ってまた接することがとても大好きになりまして、リア子って言ったら一番正しい言葉だと思うんですけど、もうその先生にもうリア子してました、ずっと3年間。はい、浪人時代の思い出ということなんですけど、トイレ行こうとした時に下に歯ブラシが落ちたんですけど、どう見ても私の
の家で使ってる歯ブラシと同じ色だったんですね。同じメーカーのやつだったんですよ。なんかリュックかなんかにひっついて、その歯ブラシが予備校まで来ちゃったと思って、でよくよく考えてブラシ見たら、そのお掃除のおばちゃんがそのだからどっか磨くために使ってくれてる、その磨いてるやつやんっていうぐらい、もうここのブラシがブワーなってるんか。でも私はすっごい焦って、いろんな人がおる中で急にその下に落ちてる歯ブラシをガッバーンって取ってブワーって教室のバッグにこうやって入れて、次癖ですか。最近コメントでもらったんですけど、私ほんまにってめっちゃ言うらしいですね、はい、好きな関西弁ですか。そうですね、関西弁じゃないけど普通方言かもしれへんけど、遠慮の塊、手つなぐは腕組む、好きな仕草とかフェチ、なんか優しい顔でんって言う時ってすごいいいって言うじゃないか。何かわいいみたいな感じの気持ちになったってことはありますね。何歳で結婚した。結婚はいつでもいいねんな、正直。いい人がいれば。彼氏なんて呼ばれたい。普段はマミちゃんで、でもたまにマミ。マミちゃん、マミちゃん、マミちゃん、マミ。マミちゃん、マミちゃん、マミちゃん、マミ。絶対譲れない恋人の条件。やっぱ言葉に気遣いのある人ってすごいいいなと思うな。全部優しいワンクッションがある人。ごめん、ちょっと何や何やするなとかさ。どうなんやろうな。私よりもその第三者にめっちゃ優しいところが見える人。よく言うやん、店員さんとかさ。あとはオブラートに包まんデリカシーのないような言葉ザッて言う人あんま好きじゃないんで、まあ、もう言葉やろ、言葉、言葉で全部分かっちゃうやん、その人のことって。一番好きな男の顔、タイプとか全部覗いて好きな顔はやっぱ吉沢亮さんですね。カエル化したことある。手とか繋いだらうえって感じになっちゃうっていうことが前ありました。遠距離ができるかどうか。付き合ってすぐの遠距離は絶対できんと思う。彼氏への短編何がいいと思いますか。私だったら服プレゼントするかも。彼氏がタバコ吸うとどう思う。あんまそのタバコのどうやる子やねん、あんまり抵抗ないんですよね。吸ってそうっていう人が吸ってないとか、あと吸ってなさそうっていう人が吸ってるとか、なんかそういうギャップが嬉しいかも。初体験はいつですか。今年中憧れの女性像はめっちゃ自立してる人。恋愛として憧れるのはこんな感じになってるんじゃなくて、こんな感じにすごいなってる人。周りの友達とか見ても結局女の子の方が意見とかそういうなんか通せるのがすごい強そうみたいな感じの本が長く続いてるから。ゴリラ陽キャ営業マン、おわ細身陰キャシステムエンジニア、付き合うならどっち。普段からこういうの考えてるんかな。ゴリラ陽キャ営業マン、私はザ男らしい人みたいなのがすごい好きになったんで、今はもうゴリラ陽キャ営業マン。現在のお部屋の状態だと言われてるんですけど、はい、どこから片付ける。お部屋になった状態の時は大体私は水回りから片付けますね。家賃は大阪に住んでるというのもあるかもしれへんけど、 Wi-Fi とかそういう代入れへんかったら家賃一桁です。最近のマイブーム、頭じゃ分かっていても誰にも披露しないギターをよく家で弾いております。似顔絵とか描いてほしい。苦手なタイプはどんな人みたいな。一目見て NG。 まっすぐその人の顔を見ない人。例えばヤッホーみたいな感じでアウトするやん。靴から上までなんか一回コーデをさ、ジローって見る人おるやん。ヤデちゃん、マミちゃん、どっち派ですか。去年コラボしてた宿歌手の皆さんがね、私のことヤデって呼んでくれるんで、そっからヤデちゃん、ヤデっていうのがすごい浸透していいです。どっちでも大丈夫です。でもなんかヤデの方がなんかフランクな感じがすごいあるかなと思う。日本で行ってみたい県は広島です。ペット飼ったことある。実はですね、こう見えてインコを3匹飼ってました。もう12、3年ぐらいずっと飼ってたっていう。去年無印で買って気に入ってる商品、この大容量のメイクパック、メイクポーチ、いっぱい入れるところがあるから収まらん人にはすごいおすすめです。もしも自分が総理大臣になったらどんな日本国憲法を作る。もしも総理大臣になったら、日本の国民一人一人の一番大切な人一人の誕生日を祝日にしてあげよう。はい、スパチャありがとうございます。自分をチーバルコちゃんのキャラクターに例えるとということなんですけど、そうですね、野口さん。2022年を漢字一文字で悩む。今までで一番の黒歴史。小学生の時は息切り散らかしたんで軍団とか作ってましたね。嫌なやつやろ。教師として働き始めました。マミちゃんは子供の頃に好きだった先生ってどんな先生ですか。クラスで目立ってる人よりちゃんとこう端っこにおる人たちのことをすごい見てくれてみたいな。部活でしんどかった思い出教えてください。私中高ずっとバスケ部やったんですけど、夏合宿に行ってて、なんかですね、先生の機嫌が悪くなったらエンドって言われんねんが、毎回体育館の一番端っこに並んで全員整列してブワー走っていくねんけど、位置抜けじゃないと抜けられへんのよ。で中高一貫やからもういっぱいおるわけで、私めっちゃ足細いからもうずーっと走らされて、もうそれで気づいたら熱中症になってバーンってもう倒れたみたいな。
大学生のうちにやっておくことはありますか？勉強を全然頑張ってなかったっていうのもあんねんけど、時間をすごい無駄遣いできる時やったなって思ったから、もう時間をいっぱい持て余して楽しんだいと思います。私やったら、今やったらさ、どっか旅行行くってなったら新幹線とか飛行機で行くんですけど、大学生の時はお金もないしみたいな感じで、青春18切符という1日2500円ぐらいでも JR の普通列車乗れるやつがあるんですけど、私それを使って大阪から宮城県の仙台まで1日かけて行くみたいな、ちょっと寄り道してご飯食べてみたいなのをずっとひたすらするみたいな、またこれもね一人でやってるんですよ時間の無駄やけどちょっとぶっ飛んだことをするみたいなもう楽しいかもしれないです。大学生の時の一番の思い出は、大学の学祭期間は毎年10日間ぐらい休みがあったんで、ずっとなんかもう海外をふらついてましたね。学生の時の貯金どのくらいありましたか、月どのくらいバイトで稼いでましたかということなんですけど、私はですね、したいことがあったと、とりあえずもうしたいっていう感じの性格なので、あんまり貯金をできなかったんですね、学生の時に。でそこでちょっと怖いのが、プラスにもまずならないんですけど、プラマイゼロにもならずに、クレジットカードでどうせ引き落とせばいいやと思って切りまくったら、バイトで来る供給とその自分が使ったそれが合わなくなってしまって、しばらくちょっとリボ払いをしてしまうっていう大学生の生活を送ってしまったことが、もう一番のそれ黒歴史かもしれん。月10ぐらい稼いでました。大学時代あれやっときゃよかったなってことは、もう絶対恋愛、私もうマジで恋愛してなかったから、最古と最近のプリクラ見せてやって、去年自分のアメバブログ、アメブロを読んでる時に発掘したプリクラなんですけど、顔隠れてんな。最新は動画で撮ったとかはあったけど、それなかったら夏に撮ったのから撮ってないな。わけわからんこと書いてんねんけど、それですね。返信が遅いどれぐらいだと思いますか？遊ぶ予定とかって1日後やったら、まあ別に忙しいんやろなって感じで、3日4日とかになったらもう遊ぶ気ないんやろなとか、もう1週間はもうその子と LINE しやん。好きな納豆の銘柄はパキッて割れるけ、もうあれ全部好き。好きなビールの銘柄はな、今ないけど、アサヒスーパードライ。ビール苦手な人でも飲めるビールはやっぱアサヒスーパードライ。苦味とかがなくて美味しい。お酒飲む頻度か、週1、2は飲むかも。まゆちゃんが持っている恋愛テク何かあれば教えてくださいやって。よし、教えてあげよう。まず口をうっって感じにして、でうってして、彼氏が冷たい、どうしたらいいですか？呪うとかしようかなって思ってます。いいかなこんなん初めて聞いたで。いいんちゃいますか、呪ってみても。めんどくさい人の LINE を終わらせる技。最近もうあれやんか、リアクションをせるようになったじゃないですか。めんどくさいとか何も関わらずそのリアクションをしちゃう。スキピデートに誘う口実を教えてほしいです。相談系や飲み会以外で。ドラマのヒロインやと思って、どうしようかな、え、 LINE 送ろうかな、送信、あ、おっしゃったっていうところまでヒロインやと思ってやってみよう一回自分こじらせてんなと思う瞬間はすぐ未来まで想像しちゃうこと。まずいいなと思う人が現れたら、あの苗字と自分の名前当てはめて、結婚したらこういう名前になるんやろ、でもちょっと合ってないから運命の人じゃないかもとかおすすめ入浴剤ありますか？最近お風呂で汗かきたい気分なんで、このコストコの塩ソルトみたいなの使ってめっちゃ汗かく。サウナ何分も何セット言われるんですか？いつも100度越してんじゃっていうサウナを5分から8分入って3セットやってます。何にもないのにどんな仕事したい？ドームツアーするアーティストになってライブしたい、ドームで。 YouTube の前に働いて職場何の仕事だったんですか？4ヶ月だけなんですけど、専門商社で事務の仕事してました。あとなんか SNS 広報みたいな。 YouTuber 辞めた後はどんな仕事したいですか？看護師さん。他人と比べて病んでしまうことはありますか？あります。最近 SNS に人がいてておおと思ってんけど、親近感って結構みんな持つじゃないですか、人に。でもなんか知らん間にそれで相手と自分をなんか比較して落ち込んだりとか悲しくなったりとかってすることがあるらしくて、なんかだからその相手と比べて頑張ろうとかじゃなくて、自分と向き合って頑張ってくださいねみたいなことを書いてて、ほー深いなーって感じですごい思いましたね。落ち込んだ時に聴く曲は、最近はサンボマスター。行動的になりたいのですが、なかなか腰上がりません。アドバイスください。何やらしたいなーで、結局知らんやつはまだ置いてて、でもしたいって思うとき多分グッと思うから、いえ、めちゃめちゃ落ち込んで自分のことがとうとう嫌いになってきたぐらいのときってなんか変わりたくなるやんか。そのタイミングってやっぱその行動的になろうって気持ちが湧くから、やっぱタイミングみたいなのがあるんかなと思うな。頭から不安なことが離れたとき、まゆちゃんはどうしますか？悪魔の誘惑やと思って、この不安がってる自分で、はーってどんどんマイナスになってる自分を楽しんでる誰かがおるみたいな、そうなったのかみたいな。で、サンボマスターを聞く。5年後どうなっていたいですか？楽しく生きていればもう OK。 男性のひげは剃ってほしい派ですか？あんま思わなくてって、前の好きやった人がひげ生えたんで、なんかそういう手かもしれへん。彼氏と来てから脱毛しましたか？え、そうなんです。なんか鍋食べてる動画でそのケノン脱毛器買ったんやけど、正味全然使ってないみたいな話をしたと思うんですけど、私これ実は2年前に買ってですね、去年夏まで使ってなくて、そろそろ使わなあかんのかなと思って使い始めたって感じですね。美容系 YouTuber さんこれめっちゃいいって言ったから、それ見て、あ、じゃあ買ってみようって。使って小学生ぐらいやけど、気ぃ向いた時にやるぐらいやから。新しい恋してますか？してません。出会いがない相席や
屋行ってみたい。行ったことありますか？行ったことないねんな。今年は行ってみる。相席屋レポしてくるわ。友達が不倫したらどうする？相談乗ってあげる。これめっちゃ難しいよな。みんなやったらどうする？でもその子が気づかないと無理なんかなと思って話聞いてるだけになってますね。あれからスイッチバーに行きましたか？一回スイッチバー行って動画上げたけどさ、それから一回も行ってないよな。なんやかんや刺激的すぎるし、その頻繁に行かれへんっていうぐらいなんかエネルギー使った記憶があるから。付き合ってから初めて気づいたこと。人の恋愛の話にちょっと感情を持って聞けるようになった。未練の全くない元から友達に戻りたいと思いますか？友達に戻りたいとはもう思わんのかも。失恋から立ち直るためにやったこと。私結構年上のお姉さんにめっちゃ話を聞いてもらってんな。恋愛も含め人生経験豊富な人に話を聞いてもらって、それプラス新しい出会いの場所に行くっていうのは結構立ち直れたかなと思いますね。失恋から立ち直った心境の変化知りたいです。失恋した直後は悲しい、戻りたい、好きやんか。途中らへんから楽しかったけどあれってなってくるね。でだんだんあれあれあれ、あの恋愛をし続けてた方が毎日も楽しかったのかな。でも苦しかったよな感じですね。相手が悪いとかじゃなくて、相性が良かったらお互いに多分苦しかったのか思ってなかったと思うし、ただ相性が悪くてと思いますね。我々に質問ありますか？ここまで見てくれた人います？いたらプチョ変座。そう一つ教えてください。せやな、実は小学生以来ショーパンを履いたことがありません。最後の晩餐に食べたいものは、以上の炭酸割りを飲みながら卵かけご飯食べて、プリン食べて、洋梨食べて、ボール1杯分作った生クリームを食べる、そばを食べる、いちご食べる、練乳飲む、最近のチョコラフレークを食べる、アイス食べる、オレクッキー食べる、ビール飲む、サラミ食べる、ウインナー食べる、生ハム食べる。てなわけで今日は1日かけて100の質問に答えてみました。楽しかった。途中で紹介したこの家庭用脱毛器のケノンなんですけど、私はその買った当時が高額出してまで、しかも通って脱毛するのはなんかちょっと自分的に優先順位がちょっと低いというか、数万円で買えるし気に入った時にできるならということで、このケノンを買ってみたんですよね、楽天で。2年前のやつですねこれ。だから今回初めてそのプライベートにもともと使ったやつで PR みたいな感じなんですけど、私マジで極度のめんどくさがりなんで、腕と足と脇だけやってるんですけど、レベル1から10までできるんですけど、初めは1ぐらいからやったんですけど、だんだんやっていって、レベル10までやってバチンってなってピリッとはするけど、いったーとかってはなれへんのな。脇とはどこら辺はちょっと他のところでもピッてなるけど、保冷剤とかあったら全然大丈夫って感じですね。なんかでもちょっとピッてなってる方がちゃんと効いてんなって感じするから、まあ、それはそれで OK かなと思いますね。まあ、正直ね月1ぐらいでしか合ってないって感じなんですけど、それでもまだ全部ツルツルになってないんだけど、ところどころあここツルツルとか使ってんのがすごい体感できますね。もともとそのそれを回数少なくなればええわみたいな感じで使ってたから、お手入れがマジでめっちゃ楽になったっていうのがもう何よりも伝えたところですね。 VIO はちょっとめんどくさくてまだやってません。次の質問後でもし脱毛後について聞かれることがあったら、あ VIO のこと言いますみたいな感じでね、そうしたと思います。1週間に1回使うのが目安でいいらしいんですけど、私はほんまにだからもう3週間1ヶ月とかってサボったりして、でもそれでもちゃんと実感があるんで、ズボラじゃない人はもっと多分実感があると思います。楽天で歴史上最大の数っていうぐらいレビュー数が16万件で、あと脱毛器ランキング1位やし、日本国内だけで110万台突破しらしいんで、買うか悩んでる時にすごいレビューとかもすごい参考になると思います。多分インターネットも YouTube もいろんなとこにレビューがあるんで、私もそれすごい参考になったから買いましたね。産毛からで男性だったらヒゲのとこまで、であと VIO も使えるからもうほぼ全身利用に使えます。でなんか先端のランプ交換したらなんかそんなっぽいのすできた気もするんだけど、なんかそれ使ったらなんか美顔器にもなんねんて。で脱毛しようと思ったきっかけはその楽になるっていうのもあるんですけど、もう一つにその毛になんで数枚もかけなあかんねんと思った時に、コメントでマミちゃんその毛じゃなくて肌のためだよって書いてるコメントを見て、そっか肌のためなんかと思って、今日脱毛あったしなんか自分のためにいいことした夜やったわみたいな感じで、まあ気持ち的にもすごいポジティブになれるんじゃないかなと思いますね。ちょこっとなんか今日ええことしたわみたいな感じで、ね、自信を持つ。ズボラすぎてちょっとでもいいことしたらもうすぐテンション上がるから、今日いいことしたみたいな感じで。どんなんやろう思って買ったけど、ほんまにね買ってみてよかったなと思いますね。足も腕もやけどな、結構触りたくなるっていうぐらいスルスル。概要欄に機能の詳細貼っておりますので、もし脱毛気になるなっていう方いらっしゃったら覗いてみてください。ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。今日お惣菜とかウーバーとかじゃなくて料理も作ったし、前もこうやってピッて脱毛もし、なんかちょっとお腹あったわと思いますね。寝るわマジで。おやすみ。